どうも、たけしです。今日はインスタの DM で質問があって、家にダンベルがあります。ベンチがあります。ベンチ、これですね。ベンチがあります。で、できるトレーニング教えてくださいみたいなのがあったので、あ、じゃあそのうち作りますねみたいな話をしてるんですけど、なかなかタイミングがなくて、せっかくなので大会が終わって、そしてね、余裕があるので、ベンチとダンベルを使ってトレーニング、これくらいできるんだよ、最近これくらいやろうねっていうのを、男子、女子、両方できるレベル、今日はお伝えしていこうかと思います。これは、家でね、トレーニングする人を向けに、うちのジムに一応置いてはあるんですけど、2キロずつ可変できる、変化できるレベル、フレックスベルっていう可変式ダンベルなんですけど、これもめっちゃおすすめ。これ6キロとか8キロとか向かって数値ね、これ2キロなんでしょ。あ、もう変えられるんですね、それは。それが1個セットじゃなくて2個でね、2個買ったら、まあベースとか一番最初の初歩者だと思えば、何キロのダンベル買えばいいんですか、これ買って間違いないし、どんなことだったら、今でしょ、32キロまで買っても10キロまでのベースだから、大人だったら32キロくらいになるのか。これとはもうベンチ、こういうね、可変式のこういうベンチ、角度を変えられるのが一番大事。これ変えるんですか、コミさん。いや、変えたくないんだけど、これ2種類の調子です。これは、これもネットで買った。これちょっと高いかしら。でも、めちゃめちゃ便利ですよ。めちゃめちゃ便利。何でも何でも揃えていくのが、便利に行くのが、便利に行くのが、便利に行くのが、これとこれで、もう、自宅の準備ができるんですよ。で、今日は、これとこれを使って、トレーニングをどういうことができるのかっていうのを紹介をしていきたいと思います。次はインクラインダンベルプレスって言って、インクラインでこれをちょっと斜めにして、40度いかないぐらいな、で斜めにした状態でダンベルプレスを、そうすると上のこう部分にするとなります。すごい、胸の今までここ使ったんだけど、そこのここの部分、上の部分を使うので、ここを狙っていきます。インクラインダンベルプレスとインクラインダンベルフライ、こっちもゆっくり、これ大体何セットぐらいやってるんですか。これは大体5セットぐらい、10回は5セットぐらい。できたものによると、ちょっと難しい。デクラインって言って、インクラインの逆、インクラインでは、さっき言った30度くらい、30度くらいの差とかがインクラインだけど、逆に寝すぎることがデクライン。このベンチだと寝すぎることができないから、自分で作ります。こうして、靴を上げて、この状態で、そうすると噛むな、これだけでやるんだから、この状態で
こうなる。でも三角も効いちゃうかな。なんで、まあ、ダンベルスクリートとかイメージなんで、ここはね、ここは空中でこういうのがあったんで、次、肩やりますね。これ大体40度くらい、40度と50度くらい、45度から50度くらいしてもらって、今まで楽にしちゃっていいんで、足をですね、椅子じゃないです。でこの状態から手を離して、この状態から前にフロントフェイスできれば自分の顔くらいでねじります。これきつそうですね。ゆっくりやるから俺めちゃくちゃきつい。これなんか筋肉めっちゃ張ってました。めちゃくちゃ張ってます。変な話、めちゃくちゃ重要なんだけど、フォームが綺麗だよね。すごくゆっくりやって、そこにさえ効いているから、いろんなとこ力入ってすぐに見えるけど、今やっぱりここがすごい汗、ここはで、やっぱりそれだけそこに効いてる証拠だから。やったわ。次はですね、サイドレイズ。サイドレイズ、まあ、足を使って最後上げちゃうので、基本座っていくイメージで座っていくんですけど、で背筋で両手を下ろして下ろします。この状態でイメージでダンベルを前に投げ出して、こうやって背中にいるような角度で肘を上げていく。腕を引き上げるんじゃなくて肘をこう上げていくスタンスで、できない人もアプリしてる。